はい、じゃあ次は方さんかな。はい、はい、お願いします。はい、こんにちは。今日はアメリカのコミックスと日本の漫画について発表させていただきます。子供の頃からコミックスに興味を持ちました。よくスパイダーマンとかバットマンのコミックスを読んでて、そして自分の漫画も作りました。小学生の時から中学生の時まで漫画家に本当に漫画家になりたいと思っていました。そして住んでいる町にコミックス の、 美術館がありました。その美術館はWords and Pictures と呼ばれたので、よく私 の、 友達と一緒に遊びに行きました。残念ながら最近に閉まってて、そして携帯電話 の、 店になってしまった。高校生の時に漫画を読み始めて、すごく興味を持ちました。アメリカのコミックスと比べると、もっとジャンルがあったと思っていました。アメリカのコミックス の、 一番大きいのジャンルはスーパーヒーローコミックスですけど、もちろん他のジャンルがないというわけではないんですけど、そして日本 の、 アートスタイルも話の内容はもっと面白かったと思います。日本の漫画には話の内容は普通にテキストより絵で説明します。アメリカのコミックスは普通に反対です。例えばこれはアメリカのコミックスです。最初にまあ物語のどこにあるか、誰が主人公とか説明しますけど、日本のコミックスは普通に場所を見せるだけです。もっと映画みたいですごく面白かったと思っていました。そして日本 の、 漫画は一つの漫画でたくさん の、 ジャンルの内容 が、 入っています。例えば一つの漫画はアクションとコメディと SF のテーマも入っています。最近アメリカのコミックスももっと漫画に似てるからもっと面白くなると思っています。これから発表を終わらせていただきます。知りませんでした。アメリカと日本のこれは確かに分かりやすいですよね。日本は絵で説明して、アメリカでは字で説明するのがすごく面白いと思いましたね。やっぱりコンテクストだから日本語は。コンテクスト。